こんにちは。5月の2日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ひろくん。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？元気ですよ。ですね。はい、はい、こんにちは、翔さん。どうもこんにちは、翔です。やっときましたよ。2週間お休みしちゃいましたけど。2週間サボりましたよ。サボりましたね。午前中は大丈夫だとか言いながら。そうですね。ですよね。断言しましたね。断言したんですけどね。ちょっとツアーで忙しくて、はい、まあ言い訳なんですけど、はい、バタバタでしたけど、まあゴールデンウィーク、いろんなところでいろんなことやってますけど、いや、いいですね。東とつかもれらスタジオ、やっぱり来ると。ね、またファンの子にね、ケーキいただいたり。ね、俺が買ってきたあの仙台お土産の、あ、やべやべ、萩の月ね、あ、あげるよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。萩の月、萩の月、これ美味しいですよね。うまいんだよね。そう、先週ね、はい、かごめさんがいらっしゃって。そうなんですよ、俺ケチャップ大好きだからさ。で、上司の方が大ファンだっつって。あ、俺のことですか？はい、いいですね。で、先週いらっしゃった営業マンは武田翔って言うんですよ。うん、おう、じゃあ字は違いますよね、きっと。いや、その通り。おお、いいですね。あ、だからご両親大ファンなんでしょうね。そうね。俺が横浜銀杯のショーとしてデビューしてから、しばらく経ってから、人命漢字にね、ショー飛ぶっていうのが OK になっております。うん、まあ、俺がお前らのために頑張ったから、全国の翔くんのために、おお、っていう、まあ、自負はあるんですけどね。当時、いませんでしたからね。今はたくさん行ってやっても、あれですけど。まあ、でも、素敵ですね。嬉しいですね。ねえ。はい、で、今日、先週、うん、あのね、長野さん、プロレスラーの。ああ、長野さん。はい。で、あのね、だから、モディの女の子と電話つなぎまして、はい、長野さんを説得して、翌日、ちょうどナポリタンの日だったの、29日。はい。長野の時に、ね。はいはい。だから、長野さんに、握手会、サイン会の会場で、ナポリタンの日よろしくって、言えっていう、ちょっとね、宿題を与えたの。だって命がけですね。でしょうね、あの蝶野に、うん、って言って、殺傷さらして、はい、プロレス技使ったんだか使わないんだかそしたら本当に会場で蝶野さんがナポリタンの日明日絶対みんな食えよって言ってくれたらしいです。熱い人で、実はすごく優しいんですよね、あの人。あ、その後ですね、はい、イベント後にうちのお店に来てナポリタンを召し上がってくれたんですよ。あ、本当ですか。いやいやいや、あの人かっこいいですからね。それでですね、はい、うちのカウンターの棚のところにぬいぐるみなんですよ。あ、俺のね。それを見た瞬間に千代さんが、あれ、俺のぬいぐるみって。そうそう、ファンの子にもね、俺言われたの。俺の翔ちゃん人形っていうのを作ったんですよ。これは漫画家の古澤優っていうね、タイマンブルースっていうのを描いてた、ここに作ってもらって、で限定でね200個ぐらい売ったんですよ、はいはい、それをあの風山さんのところにもね、大ちゃんのところに差し上げて、うんうんうん、それがファンの子がこれ蝶野みたいだよねっていうぐらい俺のファンも蝶野みたいだよねって、まあ蝶野さんだけどね、蝶野さんみたいだねってみんな言うぐらい似てるの。それ銀杯でロングコート着てるし、サングラスかけてヒゲでしょ。で、蝶野も同じでしょ。あの人ガッティムだけど俺はよろしくだからね。長野さんも何、黒のなんとかですよね。そうですね、黒のカリスマ、うん、そう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 、ね、俺は黒のロックローラーだから。まあ、今年はね、あの限定で還暦なんで赤をまとってますけど、でもまさにカゴメなんてね、前トマトケチャップか横浜銀杯ですよ、うん、いやー、ちょっとこれでコラボ考えてきました、先行き。あ、いいですね、ぜひやりたいですね。ねえ、はい、よろしくお願いします。なんかあの聞いてましたけども、俺もあの追いケチャップ、なんかあのケチャップをまた足す、はい、追いケチャっていうのがいいんだとかいう話を武田さんがしてたのを聞いて、いや、だったら最初からケチャダクだろうって話だよね。ケチャダク流行らせない？ナポリタンケチャダクでください。大ちゃんのところに行ったらさ、すいません、あの、昔ながらのナポリタンケチャダクでって言うと、もう最初食った瞬間からむせちゃうっていうの。かっこいいですね、なんかね。ケチャダク。ねえ、流行っちゃいますよ、いいでしょ。流行っちゃいそうな匂いしますよ。これどんどん流行らせましょう。というところで、もう早速、もう曲いっちゃった方がいいのかなと思いますので、もう翔さんがパッて止まったんで、会話がね。そうですね。今がチャンスだと思いますんで。はい。で、次は曲、ちょっと紹介してください。はい、了解です。横浜銀杯のナンバーで、勝手にロックンロール。この放送は横浜市戸塚区矢部町にあるお祭り衣装販売の山形屋さんの提供で放送させていただいております。で、意味わかるか、お前。
山形屋さんがスポンサー料を払ってくれるから、今俺がここで話ができて、みんなが楽しんでいられるってことだよ。ということはだな、祭りの衣装を買うならどこだってことだよ。そう、山形屋さんだろ。で、山形屋さんは100年以上続くお店だから、メールで注文なんかやらないわけ。ちゃんと顔を合わせて買い物しなきゃ人情書くってことで、まあ、戸塚駅からダッシュしたら7秒ぐらいで着くから、どんどん探してですね、祭り衣装のことなら山形屋さんに行ってもらいたいと思います。よろしく。そしてダンスを習うならここ、ラッパーのツーバッカー前澤さんが経営するキッズ、高齢者、障害者などのダンス教室を行う戸塚穴地下1階のダンススタジオユニスタ。それからですね、免許返納した方にもサービスもしている平戸交差点すぐそばにある車高価買取のアップル戸塚店。またまた湯河原の温泉が入れ、湘南しらすも食べれる朝食無料の戸塚駅東口すぐそばにあるスーパーホテル戸塚駅東口、いいっすね。そして真心こもったサービスの提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応のですね、江南中央駅すぐの清水公益社サバスホールの提供で放送させていただいております。よろしく。おりますですね、はい、いいですね。いや、スポンサーさんあっての俺たちのラジオですからね。そうですね、ありがとうございます。アップルさん、ありがとうございます。頑張ってるよね。毎回と音楽祭のねポスターも貼ってくれてるしね。ありがとうございます。大量に持っていけば持っていくだけあってくるっていう、なんてサービスがいいんだろう。車買い取るよりも戸塚音楽祭のポスターが多かったね。ありがとうございます本当に。ヒロ君、何もミニ四駆は今年はないの？今年ですね、まだ今年も半分なんでね、いつも春やってんですけど ね、うん、ね、今ちょっとゴタゴタしてて。ゴタゴタしてるの？ゴタゴタしてて。復活させようよミニ四駆。あ、これ翔さんの後押し大きいっすよ。いやいや本当、はい、俺ねやってたんだよ昔、土曜深夜族っていう番組を、はい、やってたことがあるわけね、イカスバンド天国って知ってる？イカ天って知らないか。イカ天っていうのがやってた TBS で、はいはいはい、その後深夜に土曜深夜族っていう番組を俺と、イクラちゃんいるでしょ、イクラちゃんと二人でやってたんだね、その時にミニ四駆が流行って、もう不良が作るミニ四駆だから、もうズルばっかでみんなギアとか書いてすっごい速くなってきて、もうコースから飛び出るわね、大暴れで。いや、あの感動はちょっとね、みんなとまた子供たちともね遊びたいし、結構年配の人もハマるんだよね。そうですね、今だと大人の方が多いんじゃないですか ね、うん、ね、やばいよね。俺ね多分どっか探したらね、昔の30年ぐらい前の人俺持ってると思う。すげえ、タミヤのやつ、それもスーパープレミアですね。そうだね、いやーすごいっす。買い取りするかお前。車買い取りするからな、ミニ四駆買い取りアップルの提供でお送りしますみたいな。いいですね、翔さんだったら買い取りたいですね。本当なんかタイムスリップしたいよね。そうですね、バックトゥザフューチャー的な、なんかね、あの頃に戻れたらとかいろいろ。でも本当昔のものね、子供の頃とかのものとかね、うん、触ると非常に懐かしい気持ちでね、そこからハマっていっちゃったりね。そうなんだけど、俺もたまに、俺もね、もう大ちゃんさ38年やってるわけよ横浜銀馬を、はいはい、そうするとさ、なんだろう、どっか地方とか行ったりとかしても、うん、ね、レコードジャケットが出てきたりだとか、はいはいはい、これ持ってんですよとか言われるじゃん、そなんかなんか昔の人みたいな感じになっちゃうの。いや、俺は現役で頑張ってるんだけど、頑張って頑張って走り続けると、その頑張った分だけ、はい、その素晴らしかった輝いてたものってのは過去になるわけじゃん。ほんと、なんかおいおいちょっと待てよと。今でも全然普通なんだからとは思うんだけど、懐かしいっすねって言われて、いやいやいや、俺それまで今歌ってるし、みたいな。不思議ですよね。ああ、わかりますわかります。カゴメの上司が来た時に、うん、本当にウキウキして、やっぱし、昔の自分になっちゃってるんですよね。そう。そうなんだからね、ライブやる前も、前説でね、俺のライブって、リンバイもそうだけど、撮影当然禁止なわけですよ。で、録音とかもやめてくださいってなるでしょ。で、最後に、必ず司会のやつが、ということで、皆さん、しっかり、昔のガキの頃に戻りましょうって、おいおいおい俺は今現在進行形なんで。でもその歌ってる歌がやっぱりね、30年40年前のに作った歌を今でも一緒にこう口ずさめるってことの何だろうかな、幸せはあるけど、ちょっとなんかあんまり古いもの扱いされちゃうと嫌だなみたいな。でもその音楽を聴いてみんな何だろう、戻るんだろうね。そうですね、そうそれで
踊り出すやつもいるしさ、うんうん、でもさもうみんないい年だから、うん、1曲持たないんでねもう元気よくすっごいもう俺が踊るぐらいな感じで踊るやつがいるんだけどもう感想ぐらいでヒューっていなくなってくるね面白いですよね。昨日だってなんかもう飛び回ってそうなんですよ。おとといが4月の29日、うん、それこそナポリタンの日ですよ、はい、には宮城行ってきたんですね、はい、宮城はね東松島なんだあそこのどっちかというと石巻に、はい、近いあたりで、うん、で、30日の4月のラストに、岩手県の一関に行ってきてで昨日帰ってきてそのまんま、ちょっとミュージシャン仲間に吉永浩一っていうフォークシンガーがいるんですけど、うん、そいつがちょうど51歳のあじゃねえごめんごめん、45歳の誕生日だったんで、うん、そのゲストで渋谷に行ってずっとライブも歌い続けてきてで今日もしダメだな午前中ダメだなと思いながらも大ちゃんの顔を思い出したらいや来なきゃいけないもう2週間休んでると思ういや遠く行ってきましたよ。一本松奇跡の一本松もちょっと見てまあ、ちょうどね、あの3月にね、いろいろありました。やっぱそれを忘れちゃいけないなと思って、うん、奇跡の一本松見て、うん、それからまあ、それこそ僕らね、この FM とつかで防災関係の放送もやるわけじゃないですか。うんはい、でもそれを当時覚えてました、あの南三陸で、うん、一生懸命みんな逃げてくださいって言ってて、うん、ただその屋上のところで、最後、それよりも2メーターぐらい高い波が来ちゃってって言ってたところが残ってて、献花台とかがあってね。うんそこの場所をやっぱ見に行くとやっぱりああこういう忘れちゃいけないなって、うんうん、思った東北ツアーでしたね。まあでもねその中でもみんな何度もこう力強くっていうかやっぱそれを悲しみを跳ね返して、うん、なんかこう俺たちをもてなしてくれるっていうのかな、うんうん、行ったらねうまいもん食わしてくれたりだとか、うん、ライブに集まって本当満杯でおかげさまでねでみんな昔の歌を口ずさんでるわけですよツイストは踊りのくせに。でまあね、なんかうまいもんは、それね、コーナーやってるじゃないですか、大丈夫。ね、これ、ほら。え、ひろく知ってる知ってる何ですか翔さんの、はい、コーナーがあるの。俺が来れない時のための収録コーナー。はい。知らないこの間ご説明されましたよ。本当にはい。言ってみろじゃん。いや、ちょっとそれはあれです。この番組はさ、ね、大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうさんっていう番組なんだよ。はい。はい。はい。今ちょっと一個、3つ付けちゃったけど。最後3つ付けちゃった。そうそう。でも、はい、俺は、その収録コーナーの時には、翔、はい、さんの、はい、なんだっけ人生美味しいでしょ。美味しいでしょ。翔さんの、人生美味しいでしょうさんっていうコーナーがあるわけだよ。で、俺ほらツアーでいろんなとこ行ったら、はい、そこで食べたものとか、はい、みんなに行ったらどうぞっていうようなものを紹介するコーナー。おだから、美味しいですね。翔さんが、美味しい美味しい。お休みするとき、ずる休みするときに、そのコーナーの、用意してるわけですね。用意してるわけですね。ただね、はい大ちゃんは頭がいいから、俺ほら生放送ずっと喋ってんじゃん。そうですね。そうですね。だからその収録の時は、10分経つと、ピピピピピピって、料理番組じゃないんだけど、終わりですよっていうのがなるんだよ。絶対に10分以上喋れるんだよ、収録だから。頭いいなと思って。いやしかしあんた休みの時でもちゃんとラジオ聞きなさいよ、自分とスポンサーやってる番組。そうですね。そうそう、今はさ、ほら、で当然近くでは聞けるし、どっか営業とか出たりとかなんかで、うん、出てても、はい、アプリね FM で入れれば、はい、もちろん車止めて聞かなきゃダメだけどそうです、ね、ポチッと押せば、うん、翔さん地方にライブ行かれて、はい、FM とつかで喋ってとか FM でアプリ入れれよとか言ったりしてるんしてますしてます。今日もインスタグラムでやるからなって言ったらはいセッティングして待ってますと、あの九州の子だとか遠くの子がみんなもうダウンロードして、おおら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 、あ、俺結構すごいね、結構宣伝してますよ。すごいですね。宣伝、うん、広報部長だから、あ、広報委員長。大使だと問題あるから。なんとか大使って言うとほら問題があるから、いや認めてないって言われたから、勝手に、うん、勝手にやってるんだけど。でも結構広まってますよ。一応。嬉しいですね、そういうね、日本全国、ね。いや、スポンサーのために頑張っております、私ら。アプリ取ってくれた方が。例えば車でほら助手席で聞いてたとかしても、うん、ポチッと押して車で走らせても、はい、アプリだと結構ずっと聞こえるじゃない。そうですね。逆にアプリを地元でいても入れといてくれたら無料だからダウンロードは、はいはい、本当どこでも聞けるし、うんうんうん、楽しんでもらいたいなと思うよね。そうですね。 FM とつかなめんなよこの野郎って感じですかね。数ある FM 局いっぱいありますけど、まあ、なんかちょっとね俺ビッグにしたいわけよ。おー
あ、うん、これはもういつの間にかこう東戸塚森らにもう人だかり、うん、人だかりが、うん、水曜日11時人だかり、それかまあアプリで聞いてね、はい、だから本当アーカイブ残せるようにちょっとね頑張って、はい、聞き逃したやつも聞けるっていう、ね、体制が必要だと思うんだよ。ね、ね、うん、業務連絡、業務連絡、FM トスカ村上様、村上様。番組で業務連絡。アーカイブをちょっと作成してごめんなさい。その分、私、絶対そこに引き込むようにですね、全国回って頑張りますね。ね、いつまで感じですね。いや、本当にね、この時間に仕事してるから聞けない方も本当にいらっしゃるからね。そうなんですよ。そういうためのフォローはちゃんと必要ですよね。で、俺が午前中起きれないんだから、俺のファンも絶対午前中起きれないと思うんですよ。まあまあでも職人さんも多いからな、ちょうどだお昼職人さんとかだとさ、例えば10時ね、はい、俺もちょっとあの職人いろいろあのコーキングとかやってたことあるんだけど、10時12時3時って必ず休むからね。だから11時はねちょうど聞けないから、アーカイブがあれば12時の時にすぐにそのアーカイブをね飯で食いながら聞ければちょっと今日でも聞くかみたいな感じです。そうですね、そのためにはやっぱり、ね、アーカイブは必要なわけよ、うん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 、ぜひやってもらいたいですね。これでもあれですよね、リスナーの人から多分なんか連絡が入って、翔、うん、さんが来る来ないをはっきりしてください事前にって、そういうのありますよね。だから俺毎回できるだけ Facebook とか今日もでもね、みんなには悪いけどね、いきなり来るか来ないか分かんなくてみんなも計画立ててるのに、ええ、今日もあげたのに10時5分ぐらいだよ。生放送行くよってインスタグラムとフェイスブック上げて、いやいやいや、そんなんじゃ来れないよってみんな何で来るか来ないか分かんないのに、それでも予測して来てくれてる人もいるわけだからさ、うん、嬉しいよね。まあ、ちょっとお楽しみ袋みたいな感じで ね、せっかくこのサテライトっていうかね、うん、ガラス張りのところでやってるわけだから、まあ、俺のこの生かした何このドルガバのスーツ姿も見てもらいたい。それはね、あの本当かどうかも聞いてみないとわからない、まあうね、もうだってすでに俺インスタグラムで大ちゃんと撮ったやつあげたけど、全然ただの T シャツ G パンだもん。でそれ俺これ見えないのに翔さん2週間休んだから今日は来るだろうって山があって、山があってちゃんと俺後輩だから中学の上級してきてんだよ、ゲンチャリ乗って、ああそれがあの見えもしないラジオで、そう、ま、毎日ですよね、そうそうそう、毎日、そうやっぱほらこのラジオはジャージってのでいいよね、スウェットじゃないジャージ、ジャージ上下みたいな。作りますか番組で、スポンサーいるし、来ちゃいましたよ。それは提案が、提案が来たって、今日はさ、ね、アップル、そうです、ね、僕スポンサーでした、ね。高価ジャージのアップルと使って、平戸店、どうなの？入れてやったさ、高価ジャージ作成の。うん、ああ、でも山形屋さんもな、衣装やってるしな。あ、そうですね。ね、そちらの方が得意なんで。いろんなのあって、お祭りのハッピーとかあるからね。そうですね。ああ、そうだね。ハッピーでやるのもいいね。いいですね。ハッピーカツ丼とか、はい、全然関係ないけど。山形屋さんでダボシャツかなんかですね。あ、ダボシャツでも俺柄悪くなっちゃって、ちょっとダンディーな男で。いや、ユニフォームだよってな、またなんかカラフルなやつで。おしゃれ系で。あ、そういうのもあるね。しますかね。作りましょう。ちょっと考えましょうよ。考えましょうね。うん。あとはもう、あれだよ。金の問題だけだから。わかりました。そこら辺はなんとか、ね、あの、さすがアップルついて、だから、はい、あれだよね、翔さんのファンの方がもう車いらないやっていう時にアップルさん行って、はい、売る時に翔さんの番組聞いて俺は来たんだって言ったら、はい、それが何台あるかで、そうですね、お宅がバーンと買ってくれたっていうでしょ。いいですね。だってちゃんとやっぱし見えなきゃね、うん、この ラジオのスポンサーっていうのの分かんないけど、もう翔さんのファンの方が言ってくれたら、うんうん、こう俺らがさ、ヒロ君はさ知る人ぞ知るさ、うん、はい、カナチューバスの後ろにさ、あ、顔は乗ってるしさ、ね、普通の看板にもさ不動坂なんか ねありますね、どうなのあの、はい、俺はさもうさロックノーラーだから、はい、例えば戸塚音楽祭の時に、ね、駅のところの横断幕に自分の写真があっても、なんとも思わないくもうないけどあなたさ、普通の、なんていうの、ビルボードのところに、もちろんその、漫画っていうか、アニメって何、あの似顔絵。似顔絵だけど、ね、そっくりじゃん。そうですね。まあ、うまく書いてもらってます。ああ、ヒロ君だって分かるわけじゃん。ね、あれ、どういう気持ちだ、やっぱ嬉しいじゃん。そうですね。いらっしゃったお客さんとかに、うん、あ、本物だって言われますね。ああ、いいね。いらっしゃった時には。やっぱ本物だって言われた、ね。見た人にはね。
嬉しいですよね。ぜひ見に行ってくださいよ。どうぞかと。あと、たまに、ね。バスの背中背負ってますね。背負ってるよね。カナチューバスに。はい。まあ、それ分あるんだったらさ、俺の写真も、あと、ね、大ちゃん、うたさんの、人生楽しみましょうさんっていうやつの、ラジオの広告、あ、打つのはちょっとお門違いか。そんな。むちゃむちゃだよね、俺たちね。いやだけど、楽しいなこういうところで。やっぱスポンサーがあって、番組があって、いろんなことのみんな、ね、聞いてくれる人たちの、なんかこう、ためになることとかね。そうですね。ね、やりたいね。いや、本当に翔さんのね、話す内容ね、面白い内容ばっかりなんでね。本当ですか。俺ね、今日ね、ちょっと時間とかそういうことをちょっとテーマに話そうかと思って、大ちゃんと来たんだけど、はいはい、俺、東北行ったじゃんかさ、はい、山彦乗ってきたわけね。はい、俺、タバコ吸うのよ。はいはい。ね、ほんと、東北新幹線は、うん、タバコが吸えないわけ。うん。ね。で、福島で、はい、6分間停止だったんだよ。はい。その休憩の6分間停止。通過する場所との兼ね合いで、はい、6分止まりますって言ったんだよ。はい。で、ホームにタバコを持って、はい、これ乗り遅れたら俺ライブ行けないわけだけど、はいはい、どうしようと思って、はい、いや、不良は走るなと思って、ホームにある喫煙所何メーターって書いてあるのを発見して、はいはい、ダッシュだよ。うわーって言って、タバコ吸ってクラクラ走ってタバコ吸ってちょっとビビリだからまだ3分とか2分あるのにやべ戻んなきゃって戻って、はい、ああ嬉しかったな、この貴重な6分でこれ帰りもあるだろうと思ったら帰りは4分したな停車の待ち合わせ が、でも行ったからね俺一度席から我慢して福島で絶対あるべと思ったら4分の停車やったーしたら遠いのその喫煙所まで喫煙所がまたダッシュしてタバコ吸ってねでその4分でもまあ6分でもそう4分6分でもですよねタバコ吸う時間も大切に大切だなっていうやっぱね無駄にしちゃいけないと思うんだよね時間ってまあそうですね思ったらやる、その4分の時に、うんきっと、他の、一緒に行ったベースのやつは、いや、僕はいいです。遅れるとまずいんで。はい、いや、俺が遅れたらお前、意味ないだろ。だったらバンドみんなで行こうよって話になる。そういうことはね、なんか最近思うね。時間ですね。大ちゃんも忙しいでしょ？忙しいです。だって俺昨日、3時ぐらいまで店にいて、うん、それこそ、翔さんのコーナーのやつを編集しなきゃってやってて。うんうん、そうだね。俺来ないかもしれなかったからね、今日ね。そうそうそう。うん、で、俺今日6時半に起きて、ヤギの世話して。ああ、戸塚帰ってきてさ、俺。はい。昨日。はい。ほいで、めいちゃん見てさ、はいはい、ほっとした。なんだろう。いいじゃないですか。今まで、うん、ほら、戸塚、まあね、まあ、大体東京、まで超行ってるから、例えば東京だとか新横浜に戻ってね、うんはいはい、電車だと戻ってくると、あ、帰ってきたって感じがするんだけど、最近は戸塚駅着いて、めいちゃん見つけると、おーめえ、俺帰ってきたぜ、みたいな。遠目で見るけど、またでかくなりましたね、あいつ。なってますね。めいちゃん。はい。また今月半ばぐらいね、今度小ヤギを連れてくる予定ですか？はい。おー、いいですね。またブレーキさせようかなと。小ヤギってどんぐらいちっちゃいんですか？何ちっちゃいんですか、ね、いや、そのくらい乳離れをした、しないとかわいそうだから、乳離れしたやつを連れてくるやつだから、うんうん、まあ若干だけど、ぴょんぴょんぴょんって、かわいいみたいよ。ね動物かわいいよね。でも、ヒロ君聞いて、はいはい、今、翔さんがちゃんと候補してるって話で、はい、初リスナーの方から、ちゃんともう、去年、嬉しいっすね、去年だから、戸塚音楽祭をセンター最前列で見て大興奮しました。うん、お今年も再生しますから、よろしくお願いしますって。オーケーオーケー。今年7月1日だからな、お前ら。時間あげとけよ。これでもね、はい、この人の名前うちの奥さんの旧姓と同じなんだよな、なかなか珍しい人だよ、うん、言っちゃっていいんですか、いや言わないですペンネームペンネームでリクエストはって言うんだけどリクエストの曲はやめましょう違うだってなんかいいねなんかリクエスト曲はね結構いらっしゃってるんですよ本当にメールあそうすかファンの方が結構、ええ、曲はねなんかこっちでこう組みたいなと思うからそうですね俺もライブやってる時に、ね、よくリクエストでいろいろ言われますけど、ええ、全部却下します、ね、おおふざけるなまあ練習してないのもあるんだけどそんな、うん、あそういえばいいですかまだ次の曲聞かせて大丈夫ですかいいでしょ俺ね昨日だから岩手でライブやってたんですよ、はい、そしたらねこれ面白いハプニングって起きるじゃないライブだ、はい、いろんな人生でもそうだけど、はいはいはいうん
いきなりボーカルマイクがドーンって。はい。で、他のちょっとした照明と一緒に、ドーンって切れたわけ。うん、ギターの音はするんだけど、うん、ボーカルも入んなくて、電気もちょっと暗くなってるわけ。うんうんうん、でも、PA の人が大慌てする。その間、なんかしなきゃいけないじゃん。そうですね。で、俺、ギターのボリューム小さくして、はい、歌を歌いました。アカペラで。おお、感動してくれて大合唱ですよ。だからさ、それっていうのでその後すぐにやっぱでも 4,5 分でかな、うん、ブレーク上がって復旧もなったんだけど、ファンのやつらはその一緒にアカペラでそのギターだけでマイクなしで俺が歌うとみんな一緒に口ずさむわけじゃん、そういう時間が取れたのって、ハプニングがなければきっとできなかったと思うけど、やっぱ帰りにあとかあのフェイスブックでもらったりだとか、みんなで一緒に歌ったの最高楽しかったですみたいな、そういうのってなんかライブっていいなと思っちゃうね。また新たなチャレンジで面白いですよね。そういや、これマジでどうしようかと思って、これギターもなかったらもうみんなでじゃあそれじゃあ手拍子しましょうかぐらいで、でも音楽のルーツって最初そうじゃない、ね、例えば多分だけど俺打楽器から始まったと思うんだよ、木だとかそういうもの、何かを叩いて音を出してみんなで歌ったりとかいうのが俺スタートだと思うね。それがどんどんドラムになって太鼓になったり、じゃあ皮張ってみようかとかね、弦ができてギターみたいなのができてきたりだとか言って俺進化してきたんじゃないか。だから大元にはやっぱ人間の体にはその太鼓とかそのドーンっていう音が興奮したりだとかね、戦いの戦の時の合図だったりだとか、まあ、あと貝の棒っていうのもあるだろうね。そういうものからこうスタートしてるんだろうけど、なんかそういう一番なんだろう、何もこう機械も使わず、自然の中から出てきてるものにきっと人はこう一緒になって、同じこのね音楽を奏でた時になんかこう感動するのかななんてちょっと思っちゃったの。いい話じゃないこれ。いい話ですよね。それこそ時間の大切さ、そのハプニングがあって、じゃあそこで中止っていうことではなくてね。そうそうそう、やめて、ちょっとお休みとかじゃなくて、そこで何しようかって考えて、みんながそれに賛同してくれて、いやー楽しかったな。一人で歌ったって去年ここの 下でジェイコムの潮風音楽堂やりましたね。俺生まれて初めて。あの北原さんとデミアン。宮地さんに言われて、そう君一人 で大ちゃんも一人で歌えって言うんだよ俺に、ギター一本で。俺横浜銀杯じゃん、はい、仲間と一緒に音楽をしてるわけだよ、はい、一人で歌う歌じゃないのよ、何度も言うけど、ツッパリハイスクールロックロールだって、ツッパリハイスクールロックロールって言うと俺じゃなくてジョニーとタクが歌ってて、俺は普通の歌詞のところだけしか歌わないで、休まないと息が続かないわけ、だから誰かいないとできないのに、やっぱ勝負しなきゃダメでしょ俺やりましたよ。でもね、やってみたら見つかることもあるの、一人でもできること、と、まあ逆を言えば仲間の大切さ、やっぱ誰かがいないと、でも一人でやることによって、それで聞いてくれる人には一人でやってるのは見えてるわけだから、何も臆することはないと思ったのね。何人もいて一人でやったらおかしいけど、一人で立って一人でやったらできないことがあって当たり前じゃん、そうですね、だったら今できる精一杯をやろうと思えば、そこにきっと感動って生まれると思うし、ああ生かしてるじゃんって思ってるし、でバンドのショーも見たいってきっとみんな思ってると思うんでね、ミュージシャン仲間がね、俺が一人でやるったらみんな心配して見に来た。もしなんか兄貴がSOS 出したら俺たちが行くってみんなギターとか持って始まってくれちゃって、バカ野郎、俺はやるったらやるんだよみたいな。あれもありがたい体験、ね、あれはいい記憶でしたね。うまくチャレンジになって、そうでそれこそね、翔さん晴れ男で、そうやっぱしライブすると晴ればっかしなんですって、あの時も浄化で音楽と全部収録しました、ライブも終わりました、片付けさーってなった瞬間にバラ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 って雨が降り出したんですよね、しかも寒かったしね、あの時はね、本当に晴れ。さすがの俺も今日はちょっと、まあ、俺がラジオやってないと晴れてると思いますけど、今日ちょっと天気悪くなりそうだもんね。そうですね、まあ、天気真ん中ね。午後、そうですね。やばそうなの？午後から明日の朝ぐらいですか。あ、そうなの？そう、じゃあ、ちょっとそういう感じの雰囲気だから、はい、曲いっちゃった方がいいかもしれないですね。そうですね、ちょっと雨が呼びますね。まあ、雨は雨で楽しく過ごそうと思えば、そういう過ごし方もあると思います。聞いてください。茅ヶ崎レイニーデイ。ブラックバードで茅ヶ崎レイニーデイでした、はい。
ですね。そう、時間っていう、俺昨日ね、はい、オープン前に、ユーナビの、ジェイコムのユーナビ、あ、はいはい、あれの出演者のゆういちくんがなんか、オープン前に、うちの店に座って、もう俺の計画も全部崩れんだよね。だって、それで掃除して、あれして、これしてってやってるのに。うん、だから、ね、うちの店カウンターだからオープンしてないんだよ。で、隣の従業員さんがもう勝手に出てるらしくて。ずっと座って当たり前にお茶してやがって、ルーティンは必要ですからね。必要ですよ、ね、大社 のペースがあって、 そこでこうやってそれが出るとでそれはね難しいところなんですね。そう、入れてもあげたいけど、うん、一日疲れちゃうよみたいなね。昨日だからそれで全部ぐちゃぐちゃって困ったもんって言った時に、うん、そのユーナビに出てた、うん、あ、ユーナビもうね番組なくなっちゃったんですよ。え、本当ですか。ゴールデンウィーク明けになったら再また放送開始って言ったのがなくなったらしくて、じゃあ俺出れないじゃないですか、ユーナビ攻めに行けないじゃないですか。またなんか新番組やるみたいだから、なんか隙間をこうやってついていかなきゃいけないですよね。あ、じゃあ隙間つきますよ。つきましょうね。っはい、って言ってまたそのユーナビに出てた石川町の古着屋のチングルベル、あ、チングルさん、はい、あれが勝手にまた、うん、うちの番組にラジオの番組にコーナー作ってまして。あ、本当ですか。うん、マイペースだからね。そのいや、この間シャツ持ってきてくれたな。あ、そうそうそう、ね、それがまたね、俺が襟のでかいシャツが好きだったらちゃーんとそれで持ってきてくれてね、へー、チャックベリーが着てるようなね、なんかすごいいいやつくれたの。へー、ちょっとちょっと可愛がってたよね今。じゃあこのコーナーも出してあげなきゃいけないですね。ね、そうですね、うん、ちょっと聞かせて、うん、聞いてください。チングルベル後藤のラブラブ戸塚です。どうぞ。チングルベル後藤の突撃ラブラブ戸塚。いや、もう今日はですね、なんとですね、もうね、私石川町の当店にですね、戸塚のね、もう保険のことならこの人っていう方をね、来てもらってね、今ね、いろいろ保険のことについてね説明聞いてたところなんですけどね。斉藤さん、こんにちは。こんにちは、斉藤です。斉藤さん、あれですもんね、大ちゃんとも。そうですね、はい、はい、すいません、斉藤さん、ちょっと戸塚ではもうほら顔広いじゃないですか、はい、ありがとうございます。ただ保険屋さんってことも皆さんあんまり知られてないですよ。そうなんですよね、はい、何してる人っていうこと多いですよね。戸塚で、うん、片山さんのお手伝いしてるとか、うん、お祭りのことやってるとか。そうそうそう、もうだってお祭りのところで僕いる、もうここ数年 ね、いつも一緒になってるんですけど、はい、実は本業はあれなんですよね、保険屋さんなんですよ。本当は保険屋さんなんですよ。そうでね、はい、そうそう、スタジオの大ちゃんさ、やっぱりさ、僕ももう46だから保険とかいろいろこの先どうなのよって心配で、で斉藤さんにこの間さ連絡して取ったらさ、もう今日わざわざ来てくれてもいろいろ説明してくださってね、すごい助かりました。斉藤さん、ちょっとぜひね、ちょっと、はい、保険これどうなのと思ったら斉藤さん聞いてほしいですよね。もちろんです、はい、もう相談は無料です。どこ連絡すれば、あ、俺経由でもいいです。もちろん大丈夫です。大ちゃんとこでもいいです、ね、はい、もちろん大丈夫です、はい、来いよってもらえばすぐ来ますんで。もうね、はい、そういう感じなのでね、はい、やっぱこれね、年齢とともにこの保険必要ですからね。はい、なんかあってからじゃ遅いので。そうですね、現金のうちに入る、はい、そうですよ。ここポイント、ここポイントです、ある程度。はい、あ、もうね、そういうところもね、やっぱりね、戸塚が縁で僕の方もね、いろいろとこう広がってったということですからね。はい、そうですね、はい、ぜひぜひね、それはちょっと、はい、佐々木さん、こういうリスナーの方にもね、はい、何かあればぜひよろしくお願いします、説明を。そうですね、はい、もうすぐ飛んできますので、はい、分かりやすく説明するようにしますので、はいはい、どんなことでも相談してもらったらお役に立てると思います。わかりました、はい、だからといって夏祭りの時に声かけられてもそれは説明できないね。その時は声かけていただいたら、また私の方から改めてアポを改めてしますんで。なるほど、はい、ありがとうございます。さあさあ、すいません、ね、実はこのコーナーでですね、はい、2分半で終われて、これね、大ちゃんからの締めなんで、はい、もう終わります。ありがとうございます、はい、もう本日はありがとうございました、はい、よろしくお願いします。大ちゃん、すいません、スタジオお返しいたします。なんか保険の CM でお芝居じゃないですか。面白いですね、なんか軽いノリの喋り方。そうですね、全然重たくないっていうか、はい、安心しますね、ある意味。ああ、られますね。はい、そう、今でもデータね、斉藤さんが、はい、花椒町の町内会の息子なんですけど、はい、今年ね、八坂の戸塚祭りの、はい、実行委員長になったんですよ。ああ、そうですか。太陽建設の黒田が 社長が実行委員長だったんだけど、はい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 、今年から代変えまして、ええ、若手にやっぱし変えて、フットワークよくバーって動こうぜっていう話になって、ね、今年から彼が、なんか、実行委員長になったから。じゃあ頑張ってもらって、保険の話もしてもらって。7月14日。いや、保険は別にいいですよ。あ、そうですね。夏祭りの方一生懸命やってもらってね。ね、714。夏祭りって言えば、はい、翔さんも。え、ロッキーの戸塚、今年ね。
第5回戸塚音楽祭ロッキンズ戸塚79、7月の1日の日曜日に開催することになりました。ね、2014年からスタートした、戸塚音楽祭、今年でもう5年目になりますね。いろんな、アーティストさん呼んだりとかしてますけど、戸塚にゆかりのある人間を呼んでライブをやってます。今年もブルームーンボーイズ、それから、サウエとロヨシ、サウエプラス上野とロベルト吉野の2人のラッパーも呼んでますんで、ぜひ楽しみにしてもらいたいと思います。あとですね、春フェスで選ばれた、カオルくんと泉さんっていうね、男性デュオ、それと女の子で、八木下さんね、シンガーソングライターが出ますからね、皆さん楽しみにしてもらいたいと思うんですが、僕ここからないんですけど、期間限定でロッキントスカのために、なんだろう、戸塚の美味しいもののコラボをやってるんですよ。おう、ぜひいろんなところのね、戸塚の東戸塚でもいいです、戸塚でもいいです、コラボをしてもらいたいということで、そのお知らせなんですけど、大事なところでもやってもらってますね、はい、森さんでも、プリンスコーヒーとかショーブレンドやってくれてます、プチラパンスさん、ティーベリートヨタヤさん、おこげと餃子さん、バイカローさん、トムトムサボーさん、水車ゼーロン、リリーズカフェ、バーハングアウト、ブチャ、いろんなとこありますけど、今年もちょっとまた募集してですね、新しいその音楽祭の期間中、コラボしてくれるなんかこう商品をね出してくれる、食事居酒屋さんでもいいですし、あとちょっと品を変えてね、それこそさ、アップルでさ、はい、ね、考えてほしいわけよ。ロッキンとつかにまつわるものと、はい、自分たちの職業の中でコラボできるものがあったら、それってまた一つのなんだろう、ロビーを賑わしてもらえたりとか、うんしてもらいたいなと思うんですよね。だからこれ今リスナーの翔さんのファンの方、うん、俺も乗っかりたい、だからそれこそね、乗っかりたいだから、うん、曲をこうねリクエストしてくるんでしょ、うん、っていうのと同じで、うん、うちでこれやるよっていう人、そうそうそう、提案があったらくれたら、うん、こっち拾いましょうよ。そうです、拾いますよ。だから拾うけど、ちゃんとポップまで自分で作ってくださいですよね。そうですね、何々やりますって文章だけじゃなくて、そうですね。で、まあ戸塚の街がその音楽祭ね、それから夏祭りに向けて、まあ、もともとは安坂神社祭り、例大祭の、なんだ、前夜祭だから、俺たちの音楽祭は。はい、その部分でなんかその祭りが盛り上がるようなコラボを作って、うん、みんなで、食べて美味しいねってやったりですね。うん、今年も、俺のパンがまた新しいのができたりとかね、うん、しますので、楽しみにしてもらいたいと思います。だからね、はい、何単語悪いけど、翔、うん、さんを使うじゃないけど、活用させて、はい、商品開発、そうです、そうです。うん、いや、多分リスナーの人、怖いからそんなになってやっちゃうといけないのかなって、やりたいんだけど、はい、言えない人が多分たくさんいるんだと思うんですよ、うん、いいですよね、全然 OK です、うん、俺も先輩 の中華料理屋にも行こうかと思って、ね、ちょっと言いにくいんですけど、俺とコラボしてくれる人は何よって言われちゃいそうなんですけど、いや、そうしたらだから何よってなんなきゃいけなかったらジャージかなんか着ていけばいいんですよね。そうですね、それバッチリポイント高いから、先輩に向かってはジャージ着てお願いしに行けばもう先輩後輩で絶対先輩はイエスと言うと、でこれやるよって手を挙げてくれると、ルビーでそれをまた販売できたりとかね、うん、そのまあ、もちろん例えばラーメン売ったりとかできないけど、うん、それが売れるものであればロビーを賑わせてもらいたいと思うし、これ本当に全国のお店から来ても面白いですよね。いや、それは面白いですよ、うん、別に戸塚音楽祭って戸塚の街だけでやってるわけじゃなくて、ファンの子もたくさん来ますから、うん、ね、北は北海道、南は沖縄、うん、分からない、九州ぐらいかな、うん、まあ、来てくれてる実績はあるんで、うん、ぜひね、そういうところからも参加してもらいたい。宇都宮餃子とか来てくんねえかな、翔ちゃん餃子みたいなね、餃子がサンプラスみたいな形で、黒い餃子とかいいよね、うん、あ、面白い、あ、まずそう、でもまずそう、いや、そんなことないでしょ本当ですか、カラスミじゃなくて、ね、黒のやつとか ね、そういうことも考えて、まあ、やってみたいなと思って、みんな全国でそうですよね、翔さん便乗商売巻き込みますか、この際。あとなんかその、洋服屋さんだったり、例えばバッグ屋さんでもいいと思うね。うんうん、あと革製品やってる人とかにさ、うんうんうん、なんか、俺とコラボして、定期入れ、パス、ロッキン、戸塚とか、戸塚音楽祭、ショーみたいなのこう、ああ、いいですね。ね、なんか、数量限定とかで売ってもらっても楽しいと思うし、いろいろ考えによっちゃあるんじゃないかな。面白い。全国がそれでどん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 繋がっていってしまう。盛り上がってもらいたいね。うん、あ、それいいなあ。で、翔さんがそれこそ仙台とかいろんなね地方にライブ行った時にやってるっつ情報あったら本当にやってるか見に行っちゃう。ああ、そうですね。これ今年もあとこれ結構行きますよ、また、このゴールデンウィーク中5月5日土曜日はいいですか、こんな話。いや、どうぞ。岐阜の大垣市上石津もんでこ太鼓っていうのがあって、それもここなんだろう 7,8 年ずっと付き合ってるんですよ。
やっぱ和太鼓のチームで、それが発足30周年のコンサートが、大垣市の、市民ホールでありますんで、それに参加します。で、翌週の12日は、京都でですね、関西ゆるライブ、それこそ大ちゃん、一人弾き語りみたいな感じの感じのイメージで、関西でちょっと何回かやるんですね。それが、5月の12日、京都でやります。で、5月の19日はですね、大分県行きます。関味、関サバ食べたいな。別府市、ね。これは九州のあの、災害の、支援チャリティーライブです。ね。これ、クールスさんとか、コニーちゃんとか一緒に行って、バイクでみんな走りながら、俺は走んないですけどね。ぐるっと回ったりとかして、イベント会場でライブやるっていう、ライブがあります。うちの息子が行きたいって言ってました。あ、言ってくれれば全然来てもらって。で、昨日、うちのお店に届いた1個8000円ぐらいするスイカ、うん、野原さんって、方から送られたんだけど、その方がね、翔さんの大ファンらしくてね。ああ、ぜひ遊びに来てくださいよ。ちょっと。ね、九州の人ならね、なおさら。ね、暑いでしょうしね、うん。いいですね。スイカはいらないけど、大丈夫だよ。ぜひ遊びに来て。いらないですか、スイカ。スイカ8000円のスイカってどんなんですか、ね、俺8000円入ったあのスイカがいいですね。電車が乗れるやつ。次行きましょう。はい。6月の3日、埼玉県八潮市、ね、クールバーで。これはね、クールスの村山さんがプロデュースしたバーなんですけど、そこが10周年になるんで、そこで村山さんと、俺と一緒にコラボします。そしてなんと6月10日、俺のバースデー還暦ですよ。6月8日で、還暦になります。60歳になります。それを記念して、60ダベ。60ダベって、60デービーって書いて、ショーバースデーライブ、ザ・還暦、これを行いますので、ぜひ皆さん遊びに来てもらいたいと思います。以上、ショーのコーナーでした。いや、お忙しいですね。いやいや、これ行ったらずっとまだまだ上下まであります。6月16、17、7月1日まであって。でも、還暦っていうと、一歩間違えんと、もうカウントダウンの話にもなってきちゃいますよね。そうなんですよ。だから、いくつまで生きるんだとか考えたら、よくね、桜井翔くんも人生設計みたいなのやってますけど、ね、もうあと何年もないじゃんって思うし、よくね、バンド仲間で話してるんですよ。俺ら60になったら、あと何年本当に元気よく歌ってられるんだろう。やっぱ体もね、作っていかなきゃいけないし、そういう不安はあるけど、でも楽しいね。やっぱり命に限りがあるから精一杯やろうと思うし、時は大切だなと思うし、24時間みんな平等ですもんね。そうそうそう、みんな時間ない時間ないとか言ってるけど、お金持ちだろうがなんだろうが、もうそれだけはみんな平等だ。あ、そう、ちょっとやべ、クレジット入れておかないと。あ、やべやべ、ちょっとこれ流させてやる。はい、はい、この放送は365日24時間対応の江南中央駅すぐ真心こもった葬儀をしてくれる清水公益社サバスホールの提供でお送りさせていただきました。サバスホールさんがスポンサー料を払ってくれてるから俺たちがここで話ができたってわけですね。みんなが楽しめたってことですよね。あってはいけませんが、寿命はしょうがない、親不孝ばかりしてたんだろうけど送り出しはしっかりやろうぜってことで、せめてものの償いだ。そんな時は真心こもった葬儀をしてくれる清水公益社サバスホールさんにすぐ連絡してください。0120-307-384 まで。0120-307-384 まで。そして、湯河原の温泉が入れて、湘南しらすも食べれる、朝食無料の戸塚駅東口徒歩0分。0分。早いですね。スーパーホテル戸塚駅東口。スーパーホテルさん。そして、ダンスを習うならここ、ラッパーのツーバッカー前澤さんが経営するキッズ、高齢者、障害者などのダンス教室のダンス教室を行う、戸塚地下1階のダンススタジオユニスタ。あとはですね、免許返納した方にもサービスをしている、平戸交差点すぐそばにある、車高価買取のアップル戸塚店。そして最後に、お祭り、衣装、旅、作業着、安全靴などの販売を100年以上近く続けている、山形屋洋品店さんの提供でお送りさせていただきました。翔さん、カミカミじゃないですか、これ。そうなんですよ。ちょっと取り直しましょう。もうダメだから、歌うように。ちょっとラッパーな感じでいこうかな、ほんとに。ちょっとこれ取り直しましょう。ねえ。この放送は、いや、山形やっくん、みたいな。サバスホール。サバスホール。いいっすね。そう、アップル。頑張れ、ちょっと。ちょっとだったら生で喋った方が早いよね。だって休みしちゃうからね。そうです。あ、そうなんです。いやいや、でも本当にね、もうあと30秒でおしまいですけど。本当ですか。あっという間に1時間ですよね。時間は大切ですね。大切ですね。タイムイズマネーですね。マネーじゃないか。本当に思った瞬間に動かないとね。そうですね。パッパパッパと。俺ね、行きますよ、近く。
牛久の大仏行ったことある？牛久の大仏ないです。ないでしょ。鎌倉の大仏はいつ建ったっていうクイズあったでしょ。なんなんやとか言って、いやいや今でも座ってるっていう。あと7秒です。ですか。いいところで大ちゃん、うたさんの人生楽しみました。また来週まで。バイバイ。